皆さん、こんにちは、こんばんは。マスターブレイダー堀川だ。2017年もベイブレード、ね、はい、今年、はい、2017年、はい、書き初めで目標聞きました。なんすか？ベイ世界一。お、なるほど。これが今年の目標なんで。いや、いい目標ですね。ちょっと早速なんですけど、あ、なんかありました。なんでランダムブースター、続々購入しまして。なるほど。こちら、ババーン、レアベイ、ギガントガイア。来た、QF。暑いですよ、ギガントガイア。当たったんすか？レアベイ。ただ、はい、もう、なんていうか、それ2016年に出たベイだから。まあ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 、それはまあ。いや、古いなっていう。古い？なんすか、じゃあ今。もうね、今はね、はい、こちら、バン。何これ？何これ？これが、2017年一発目のベイ、ジェイル・ヨルムンガンドだ。ジェイル・ヨルムンガンド。そう。コロコロでなんか見たぞ、そういえば。見たでしょ。はい。これが、まさに、はい、2017年一発目を飾る。なるほど。スタミナタイプベイ、驚異のスタミナタイプベイ。驚異のスタミナタイプベイ。そう。ちなみにこれはいつ発売なんですか？1月21日土曜日発売でございます。なるほど。僕ギガントガイア相当特訓してきたんで。なるほど。結構自信ありますよ。じゃあ話は早いですね、やりましょう。きたいいんすか、逆にその相当スタミナタイプなんですよね。相当なスタミナ、もう無限、無限です、無限。あ、でもまあバーストしちゃえばスタミナ関係ないですからね。じゃあジェイル・ヨルムンガンド VS ギガントガイア行ってみましょう。これはもうファーストバトル、もう全く攻撃を、はい、もうほぼ無関心にもスルーするんで、僕受け流す、受け流しますんで。なるほど。3、2、1、ゴーシュー。お、いやこれ余裕でしょ、これ。いやいや余裕余裕、もう回転力の差と、この綺麗な回転見て、これめっちゃ受け流されてる。そう、もう全然効かないよそれ。頑張れ頑張れ、おい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 、ウェイ、スピンフィニッシュ。全く効きません。こちら、これがジェイル・ヨルムンガンドだね。はい、どういうことですよ。まあまあ1ポイントなんで、1ポイント、はい、同じ映像が3回続く可能性今ありますよ。これないです、ありません。なぜかというと、はい、2017年必殺シュート持ってきてます。おっとっと、楽しみじゃないか。僕野球結構見るの好きで。なるほど。最近野球見てて思いついたオリジナル必殺シュート。長尾仮面のオリジナル必殺シュート。やべえ、何をこの構え見て、なんか思い出すなんですか。確かにちょっとバッターボックスに入ってる。違います。違う。日本人で初めてメジャーに挑戦した選手、お、それが野茂英雄。いきましょう。3、2、1、トルネードシュート。シュートシュート、オーバーフィニッシュ。いやー、ものすごい勢いで、まさにメジャーに行ったかのごとくオーバーの方にすぐ行かれたということですかね。めっちゃ弾き飛ばされた。さあ行きましょう。行きましょう。2-0から。2-0ですね、第3戦。いやー、長岡弱えなー。絶対逆転する。行くぞ。3、2、1、ゴーシュ。いいとこ入ったんじゃないですか。おー、やばいやばい、めっちゃ弾いた。今のいいんじゃないか。いや、ガイアの攻撃やばいね。バント、おいおいおい、絶対大丈夫。あー、マジでギリギリやってきたね。ガイアなんでやっぱ今絶対勝ったと思ったわ。これ 2-2 ですね。これ熱いですね。やっぱね、ガイアもいいベイだね。間違いない。ガイアもいいベイだ。第4戦いくぞ。3、2、1、ゴーシュ。よし。いやもうこれだ。ガイア、はいはいはい、これミスってるでしょ。ミス、はいはいはい。いや、このね、綺麗なんですよ、ヨルムンガンドの回転が。でも、こっから、はいはいはい、いやいやいや、ちょっともいける、受け流しまくって、最後は、はい、安定のスピンフィニッシュ。皆さん、スピンフィニッシュですよってことで、3対2で私、マスターブレイダー堀川の勝利です。イエーイ。攻撃をやっぱ受け流す、このね、ジェイル・ヨルムンガンド、間違いないですね。でそしてドライバーもね、この遠心力とフリー回転、相手の攻撃いなすのになったんだからね、攻撃効かないわけ。確かに僕の攻撃全部いなされてましたね。このレイヤーの丸みと、このやっぱドライバーだよね。なるほど。これによって攻撃を受け流してた。なるほど。これまさにこれ1月21日に登場しますので、これ皆さん超おすすめベイ。さあ皆さんもぜひジェイル・ヨルムンガンドをチェックしてみてください。はい、この動画が面白かった人はいいねとチャンネル登録をお願いします。さあみんな、バイバイ。